バロン・ディバベシワカはナウルの政治家。2013年から2019年まで同国の大統領を務めた。日本の外務省ではバロン・ディバベシワンガと表記されている。以前はバロン・ワガと書かれていた。外務省以外の報道ではバロン・ワカという表記が使われる。ナウルのボエ地区に誕生し、18議席からなるナウル国会の議員となる。 2003年の5月から8月までと2004年6月から2007年12月まで、ルドイング・スコッティ大統領の下で、教育大臣などを務めた。2013年6月に、国会内で実施された、大統領選挙で、対立候補のローランド君に13対5で勝利し、第30代大統領に就任した。ナウルにおいて14人目の大統領に相当する。 大統領就任後、米国の人気女優で、国際連合難民高等弁務官事務所特使のアンジェリーナ・ジョリーを国内にある難民施設を紹介するため、ナウルに招待した。また、中華民国を訪問し、バエ級総統と会見し、台中市にある労働部で、職業訓練の視察をした。2015年5月、福島県岩木市で開催された第7回太平洋。 島サミットに出席するため日本を訪問し、安倍首相と会談した。2018年9月、自国で開催した太平洋諸島フォーラムの年次首脳会議で議長を務める。会議中、中華人民共和国の特使の態度が上記を一して、いたとして非難、中国政府に謝罪を求めた。2019年3月25日、ナウルを訪問した中華民国総統の蔡英文により、 最大魔大勲章を授与された。2019年8月24日に執行されたナウル総選挙で落選し、大統領退任が決まった。結婚しており、夫人の名はルイサワカという。また、彼は音楽が趣味で、政治家と同時に作曲家としても活動している。ミクロネシア連邦のマニーモリ大統領と映る、バロン和解かすべて英語のサイト。ありがとうございます。